こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、私 の、 あの MCA という、体験レッスンですね、見た目とかマインドとかあとは会話、これについて、詳しくね講座でお話をさせていただいていただく募集をしております。で、コメント欄の方からね、どんなことをやるのかとか日程とかそういったね情報が書いてありますので、ぜひぜひ皆さん来てください。では本題に入るんですけれども、今日はですね、恋愛で女性が男性に求めているのは〇〇の大きさというお話をさせていただきたいと思います。ね、実際〇〇の大きさって聞いてあなたは何を思い浮かべたでしょうか。〇〇の大きさ、それはですね、器です。器の大きさ、心の器の大きさですね。女性は男性にどれだけこう心の器が広い人なのかなっていうのを求めてるんですね。だから、どういうことかというと、細かいことでいちいちぐちぐち言わないとか、細かいこと気にしないとか、そういったその心の広さですよね。何でもこう許してくれそうとか、なんか頼れそうとか、これわがまま言ってもなんか聞いてくれそうかなとか、そういう器の大きさを感じさせてくれる人ですね。実際どうかっていうよりも感じることができるだけでも全然 OK なんですね。なのであなたもぜひね、この器の大きさっていうのをちょっと意識して女性と会話してみると、好意を持ってもらえますので、ぜひね意識して、会話をしてみてください。ではですね、こうメルマガで5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。 LINE は、LINE お友達募集してます。コメント欄から募集してるんですけど、毎日ね音声を配信してますので、こちらも楽しみにしていてください。でメルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。